それでは、ただいまより、FIFA、U20 ワールドカップ、韓国、2017、U20 日本代表、メンバー発表会見を始めさせていただきます。登壇者をご紹介いたします。技術委員長、西野明でございます。また、U20、日本代表監督の、内山敦です。それでは、初めに、西野技術委員長より皆様にご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。技術委員長西野です。本日は FIFA U20 ワールドカップ日本代表メンバー発表会に多数お集まりいただきありがとうございます。いよいよ20日から韓国でワールドカップスタートしますけれども、これから内山監督より大会へのメンバーを発表していただきます。昨年の10月にアジア選手権、まあ固い扉でしたけれども、ここ4大会出れなかった、まあ、その大会にをこじ開けまして、ワールドカップ韓国への切符を取って、6ヶ月余りですけれども、非常に、まあ、限られた準備期間ですけれども、その間、まあ、南米遠征、ヨーロッパ遠征、実施しまして、まあ、メンバーも最終的に今日発表されるメンバー、本当に戦える、そして最近もチーム内での競争でも、まあ、各クラブ自チームでポジションを勝ち取って、そこで高いパフォーマンスを出した、まあ、選手が選ばれることになりました。まあ、アジア代表として、まあ、アジアチャンピオンとして、まあ、それにふさわしい、チャレンジを、まあ、堂々と、まあ、世界への発信をしっかりと取りながら、まあ、日本のサッカーをアピールしてもらいたいと思っております。まあ、今後、まあ、オリンピック、まあ、さらにその先の、まあ、サッカー界をこう担う、まあ、ターゲットエイジになる選手たちですので、まあ、今まで体感したことのない、まあ、それこそ規格外の選手と対戦することもあるでしょうし、まあ、想定外のチーム力に対応しなければいけないところも間違いなく世界大会ではあると思います。まあ、初めての選手チーム経験になりますので、間違いなくその後のサッカー界にいい財産となってもらえることと期待しています。まあ、この世代マンダー20の代表チームだけではなくて、まあ、来週、まあ、並行して韓国の本大会へ入る事前に日本でキャンプするたくさんの参加国が日本でキャンプされます。まあ、そのチームに対してU20 のチームだけではなくて U20 代表候補として、まあ、チームを編成して、まあ、代表チームは15日にホンジュラスと戦いますけれども、11日13日と代表候補として2試合親善試合を行いたいと考えています。まあ、さらに6月のトゥーロンのフランスのトゥーロンの国際大会へも U19 の代表チームを派遣しまして、この世代多角的に強化して、まあ、今後さらに継続して世界大会に出場できるように、さらにこう強化をしていきたいと考えております。まあ、とにかく、まあ、10年ぶりの世界大会でこの世代が韓国でどういうサッカーを披露してくれるか本当に楽しみでもありますし、まあ、この大会が本当に成功することを期待しております。まあ、大会期間中皆さんにはたくさんのご支援と協力をいただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。
それでは、内山監督より、今回の大会のメンバーを、発表させていただきます。内山監督お願いいたします。皆さんこんにちは。それでは FIFA U20 ワールドカップ、21名の、メンバーを発表します。ゴールキーパーさんによります。小島良介、畑野剛、山口瑠衣です。ディフェンダー、板倉浩、中山雄太、初瀬亮、藤谷壮、船木かける、杉岡大樹、富安武弘です。でミッドフィールダー、酒井大輔、三好浩二、森島司、市丸瑞希、遠藤啓太、堂安律、原照樹、フォワード4名です。小川幸輝、岩崎優斗、田川京介、久保建英です。以上21名です。ありがとうございます。それでは内山監督より、2015年に、このチーム立ち上げて、参りまして、この2年で、積み重ねてきたもの、また大会に向けた、抱負を、お願いいたします。そうですね、2015年に、このチーム U18 で立ち上げまして、この2年間で延べ83名招集しています。で結果的には21名今日、世界大会に向けてのメンバーを決めましたけれども、まずはグループステージを、突破して、なんと決勝トーナメント、このチーム立ち上げてきて、みんなの思いを、胸に、一つでも多く試合をして、当然グループステージ勝ち上がられないと、4戦目がないんで、決勝トーナメントからノックアウト方式なんで、一つでも多く、頂点目指して、力を合わせてチーム力を持って戦いたいというのが抱負です。今回の選考にあたっては、今日中の技術委員長からお話があったように、2年間積み上げてきたものと、あとは対戦相手、それなりにいろんなことが起こると思うんで、柔軟性を含めた中で、今現実的にコンディションも、パフォーマンスもベストをこう出せれるというメンバー、自信持って選びました。ぜひ頑張りたいと思いますので、ご声援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは、メディアの方々には、お手元に、メンバー表を、お配りいたします。ここに出てるの？はい、出てる。ちょ、聞いたら所属名がいい。では、このまま質疑応答に入らせていただきます。まずは、代表質問として、フジテレビ、大穴アナウンサーから、ご質問をお願いできればと思います。広報から失礼いたします。こちらです。中継局のフジテレビ大穴と申します。よろしくお願いいたします。まず冒頭、アジアでの戦いの映像がこの会場でも流れました。西野技術委員長の言葉にもありました通り、あれから半年、監督としてはどういった部分を進化させてきたのか、そしてこの21人でどういうサッカーをしていきたいのか、まずお聞かせください。はい、特にアジアの決勝では当然個々のフィジカルの高いサウジアラビアと非常に苦戦しまして、我々の、チームのコンセプトとしては、やはり積極的にボールを奪って攻撃に出ていこうという中では、
なかなか意図的にボールを奪えなかった。やはり高校の判断のところで少し身体能力の高い選手、この能力の高い選手に非常にこう手こずってしまったところがあったんで、まあ南米の遠征、ドイツの遠征、まして、あとは、もちろん J リーグの厳しい戦いの中で、そういった部分の個々の、意識を、もう少し粘り強いところと判断のところも柔軟性を持ってというところは、強化してきた中で、チームの方向性としては変わらないと思うんですけれども、もう少しこう特に守備のところでは粘り強くこう戦っていかなきゃいけない、そういったところをこう求めてきました。そして、監督もおっしゃった通り83名ここまで招集してきたという中で選ばれたわけなんですが、もう少し細かくこうポジションごとに、例えばこういうところを大事に選考したという選考基準なんかも教えていただけますか。はい、基本的には最終ラインに関しては、1次予選2次予選と、無失点で、終わりまして、ベースとして の、ディフェンスラインというのはまず基本的には変わってません。そんなにも、杉岡君に関してはここ、J リーグの、パフォーマンスが非常に高く、レギュラーとして安定しているんで、そこら辺も含めて新しい、1次予選2次最終予選とはメンバー入ってませんけども、ここで のパフォーマンスの安定したというものでは、入ってます。中盤に関しては当然ここもベースとしては、そんなには変わっていないんですけども、当然長くボールを持てるとは思ってません。アジアよりは支配される時もあると思うんですけども、基本的にはマイボールになった時に、きちっとボールが簡単に失わない、中盤でしっかり前向きの時間を作れる選手っていうのを一応それぞれ特徴があるんですけども、ベースとして考えてます。攻撃に関してはある程度ここ、もちろんこれ世界の大会そんなに簡単ではないんですけど、ゴールチャンスがなかなかできないってことはなかったんで、よりクオリティの高い選手、チャンスメイクできるそういったプレイヤーを、また嬉しいことに、これはそのまま継続して持っていって、ここ数試合代表の選手が J リーグでも何点かゴールを決めてくれてますし、そういった部分の良い部分もこう継続したまま、大会に入れたなと思ってます。以上です。ありがとうございます。そして、今大会まず予選、南アフリカ、ウルグアイ、そしてイタリアと強豪が揃っています。このグループの印象、もしそれぞれの国についての印象もあればこちらも教えてください。南アフリカに関しては当然身体能力が非常に高くて、そんなにゲーム自体が南米の予選を見るとオーガナイズされてないんですけども、やはり個々のこうその身体能力、あと意外性、そういった部分では迫力もありますし、ただなかなか、我々代表選手も一昨年ちょっと前にアフリカではマリの代表とはゲームしてるんですけども、バーレンで、少しまたマリのテクニカルなところよりも少どっちかというと南アフリカの人はフィジカル中心で、そういった部分ではやっぱりきちっと我々が組織の中で対応していくと、当然間延びしたサッカーやられると難しくなってしまうんで、これ3戦とも言えるんですけど、我々の生命線であるやっぱりコンパクトにやはり攻守プレーしていくということが一番大事だと思っています。ウルグアイに関しては、当然厳しい南米の予選をトップ1で来てますんで、ウルグアイ自体がやはりフル代表もそうですけど、堅守速攻というところで前半戦に非常に能力の高い、子がいるんで、そこら辺はバランス持った中でカウンターも含めてしっかりリスク管理しながら戦っていかなきゃいけないと思ってます。でイタリアに関してはヨーロッパの2位で、当然試合巧者といいますか、我々はできるだけボールを動かしてて速いテンポでサッカーやりたいんですけども、そこをやっぱり防いでくるということは十分考えられますんで、そういったものの中でもじれずに我々のそういうテンポでなんとかサッカー、いずれにしても当然20が若いとは言ってはいけないんですけども、初めての選手も経験ですし、初戦がいずれにしても逆に勢いに乗れる大きなチャンスだと思ってますんで、準備も含めて南アフリカ戦が当然大事になってくるとは思ってます。以上です。ありがとうございます。かなり抽象的な質問になってしまうんですけれども、
10年この国のこのアンダー20の世代が世界の大会に挑めませんでした。今回こういうふうに挑むという形になって内山監督自身の思いとしてこの国のサッカーが今上がってきてるな、成長してるなっていう実感などもあるんでしょうか。そうですね、ちょうど世界を目指す、4大会、ベスト8のゲームですか、決勝トーナメントの1回戦目ではあり、惜しくも負けて4大会で、昨年、オリンピックのチームも23も優勝しまして、17も、世界の切符取って我々がアジアのチャンピオンになって、これは3カテゴリーが結果を出すっていうのは実は、育成年代が間違った方向に行って一気にそういう結果が出ることはないと思ってます。そういったいろんな積み上げの中で、結果を、細部には詰めていかなきゃいけないところたくさんあると思うんですけども、ただ今回出てる選手に関してはやはり世界の本当に厳しい、本気の試合を経験することがやはり一つでも多く経験することが次のもちろん東京オリンピックフル代表につながっていくと思いますし、そういった部分では恐れずアジアのチャンピオンの誇りを持ってアグレッシブに戦いたいなと思ってます。以上です。ありがとうございます。代表質問最後になりますけれども、監督の方からまず短く力強くワールドカップの目標を一言いただいていいですか。先ほども言ったように当然グループステージ突破して、アジアのチャン予選を、3試合のゲームはね勝ち取ったんで、これは選手にもずっと言い続けていますけども、とにかく、ここの能力というか選ばれた誇りを持った中で生かしながらチーム力を持って、なんとか突破して、一つでも多くゲームをできて、最後はやはりやる以上頂点を目指して頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。代表質問以上です。ありがとうございました。